OA 化と共に増加した VDT 症候群 VDT 症候群とは、コンピュータのディスプレイなど、表示機器を使用した作業を長時間続けたことにより、目や体、心に生じる症状。別名は、テクノストレス眼症、IT 眼症。近くを見る視線の動きが多いことによって、眼性疲労が生じ、上向きになったり、瞬きが減ることで、ドライアインが生じる。 眼性疲労は作業に対して疲労回復が少なかったため回復しにくくなった状態である。読書と比べて正面や髪型を見ることによって目の表面の露出面積が増え涙の蒸発量が増加する。瞬きを増やす、モニターを低くしたり、室内の乾燥を防止するといった対策が立てられる。2005年の調査では回復可能な目の疲れについて60%の 文献やホームページで眼性疲労と言及し医学的な明確な区別があるこれらの用語が混同されていた。1980年代の調査では体の症状では目の疲れや肩が凝る腰や背中の痛みが多い。日本の厚生労働省は VDT 作業のためのガイドラインを策定している。照明や椅子の工夫。 ユーザーインターフェースの設計のみならず入力ミスを修正しやすいソフトウェア設計による緊張感の軽減などと多岐にわたっている長時間の作業を行う際には1時間に10分程度の適度な休息をとり軽い体操をして体をほぐしたり遠くの景色を見て目の疲れをとるなどすると良い作業環境も非常に重要で ディスプレイの位置を目の高さよりも低くセッティングしたり、また反射光を抑えるフィルターを装着することも有効である。暗い室内と明るいディスプレイとの極端な差は、不快グレアと呼ばれる刺激を長時間もたらすため、著しい明暗の差がないよう室内の照明環境のバランスを保つといった対策が説明されている。ガイドラインでは具体的にディスプレイ、入力機器、椅子、 机等の物理的な環境整備のほか、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10分から15分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1回から2回程度の小休止を設けることなどを求めている。百七十九年にはスウェーデンにて、九百八十年ドイツ、百八十一年アメリカ、 1983年、イギリス、1985年日本で VDT 作業に対する安全規定が勧告された。ABCDE 市の宮かよ、パソコン等使用による健康障害、四国医学雑誌第62巻第3号、2006年8月25日、120から122ページ、ネイド400億1515 15万7297。 山室栄座、三浦昭越、横田等、山崎良氏、中野義彦、H101VDT 関連用語の適切な使用、眼性疲労とテクノストレス、VDT 健康影響関連情報の公開、産業衛生学雑誌第47巻例、2005年421ページ、土井10.1539、産業衛生、キロジュール000380405号、 ネイド1100億383万9407。A.B. 下田博治、高度情報化社会、第8回、高度情報化とテクノストレス、情報管理第31巻第8号、1988年、715から723ページ、土井、10.1241、情報管理、31.715、 ネイド1300億185万7868ありがとうございます。